い、どうも、三つ編み本です。お願いします。では、一度頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。トミーです。です。お願いします。お願いします。ということで、はい、今回はですね、LINE さんとのコラボ動画になります、はい。ありがとうございます。すごいことです。LINE 知ってますか？いや、知ってます。え LRE でしょ。え3文字。この度、はい、水溜りボンド、うん、LINE 公式アカウントを開設いたします。すごい、やっと。すごい、ずっと前からね、うん、なんかやれたらいいかなとか話してたけど、タイミングが難しかったよね。うん、なんかやったら帰ってくるんだろうね、きっと。そう、やったら俺らから答えが返ってくる。ああ、すごいいいですね。とか、まあそのなんかこうこっちから出す情報もあるし、うん、友達追加していただかないと、はい、よろしくお願いいたします。僕とカンタのね、グループラインみたいになっちゃう可能性もあるからね。確かにね。やっぱその次の流行を捉えたいじゃないですか。そうだね。なんで今年流行るものを、はい、いろんなインフルエンサーに聞いていこうと思いまして、はじめさん、おう、しばゆう、てつや、はいはいはい、予想してるんだみんな、はい、エミリー、エミリー、古川優香、古川優香、この5人にまず何が流行るか、はい、LINE でちょっと聞いていこうかなと、うん、思います。その中にギリギリないというか、うん、その今言ってくれた人たちの感性が、はい、逆にめちゃめちゃ出るんじゃないでしょうか。まああとやっぱその男にはない感覚だったりする。ああ、確かに。それはちょっと流行るかどうかも含めてです。流行るのか知れんだ。ちょっと聞いていきますか。返信が来たら、まあ物なのか何なのか揃えて、うん、ちょっと別々にやるってことですね。ちょっと動画撮っていこうかなと。ちょっとやっていこうかなと。やっていきましょう。思います。今年トレンドになると、はい、思うものの中で、うん、まあ、水溜りボンドがやったら楽しそうだし、はい、っていうふうにちょっと言いますか。そうしましょう。はい、はい、ということで帰ってまいりました。帰ってまいりました。面白いです。何面白いです。もういろいろな何かしらの準備はもうできてるってことですか。あ、これ来たやつは一応伝えて、はいはいはい、用意はしていただきました。じゃもうすぐ体験できるんですか、ね、はい。ちょっとじゃあ読んでいきますね。はい、誰からいきますか。普通にはじめさん、もう聞きたいじゃん、はじめさんのやつ。はい、自分が考えたことにしてどうした。いいですか、はい、はじめさんから来ました。はい、何ですか。俺は、俺は人類は2020年巨大なものに憧れを持ち始めるため、巨大な生物関係の動画が伸びる。間違いない、多分。そうです。でもガチだ。多い雰囲気。巨大生物でも呼べないでしょ、そんなに巨大なの。ねえ、うん、ちょっと、何もう来るんですか。やばいって聞こえてる。ええ、もう来れるんだ。おいで、いでよ、巨大生物。うわ、すげえ。うわ、はじめまして。いや、もうライオンぐらいの大きさ。はじめまして。巨大なワンちゃんじゃないですか。かわいい。巨大生物、巨大な。すげえ。大きいからびっくりしたから。あ、すいません、なんかいろいろと。帰っていくとしてる。帰ってこない。おいでおいで。すげえ。いや、やだね、やだね、うん、おいでおいで。何くんって言うんですか。モコ。モコ。モコちゃん。モコくん。くん。モコくん。モコくん、でもなかなかこんなに大きいワンちゃんに出会うことないよね。かわいいね。来てくれたんだね。すげえ、本当に巨大生物が来てる。すげえすげえ。何歳なんですか。今もう8歳。8歳。いや、本当に今だって画角が入ってないもん。すごいよ。全部入ってないですよ。はい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 ガンって可能性もゼロじゃないからね。こんなふざけてたね。はい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 。ライオンキングじゃん、もうね。あら、アザリは、アザリ。おお、すごい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 。うんかね。あ、かわいいね。かわいい。開けてみます。開けてみますか。じゃあ、ちょっと失礼します。何かった、まこちゃん。はい。いや、まこちゃんじゃないのよ。もこちゃんなのよ。帰る。いや、帰るやん。
マジで。はい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 もう、うん、ちょっとバズりそうな雰囲気すごかったですよ犬のね、はいモコちゃんが来てくれたんですけど来てくれましたよ。まあ動物の種類ってすごいたくさんいるんですよ。ほんとね巨大生物って言ったらいろんな生物がいるクジラとかもいますからね。いや、すごいですよはいはいほんとに流行りそうですね。流行りそうです。うん、さすがです。次いきます。はい次いったりしますか。次、哲也ちょっと哲也いきます。哲也から来てます。はいパノラマ一人記念写真だそうです。はいはいはい iPhone のパノラマ撮影で綺麗に自分を何人写すことができるかほう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 で、要するに多分パノラマって多分こっちしかないんだよね。うんでこっちで、うん、こう移動させながらこうやってこう自分を何人写せるか。はい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 。いいのか、それでいいのか。はい一回ちょっとやってみないと。やってみないと分かんないですね。確かにでも観光地がちょっと流行るかもしれない。で、パノラマ自体ってあれ何枚も写真がこう連なってるんだよね。で、こう一枚の横長の写真になってるわけですよ。はい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 。何枚写れるとかそういう話なのかな。でもなんか何人自分をこう整体でこう。だ多分この状態でぬるぬる動いてても繋がっちゃうんだよね多分。そうだ、ね、だから大きくこう動くってことだ。そうだ、ね、ちょっとやってみますか。やってみましょう。かなりゆっくりですね。いきますよいやでもやりすぎてもあれだからねきっとそのこれのエラーが出ちゃうからさ。すごいでもできてるよ。できてそうだね。これ観光地でやってたら笑い者だもんな。できてますか。あ、分からん何それ何それ。一応背景はいろんなとこ行ってんだけどね。うん俺それだわ。 1.3 とかだな。ひとみまだ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 全然。あ、止まりましたね。止まってます。はい、トミー。え、はい、どういうこと。どういうこと。あ、やっぱ人が同じなんだ。ずっと同じ景色だと思っててパノラマになんないんだよ。哲也くん、これはできません。ちょっとはできるけどね。ということで、はい次の方に行きたいと思います。行きましょう。もう今2つやったんでね。はい次誰にしますか。エミリンチャンネル何を隠そう。何を隠そうね、うん、じゃあエミリーさんちょっと、はい、言いますか。昨今、はい、話題が少なくなっているのかな。今若者が必要としているのは笑顔です。おお確かにね。確かにいいこと言うな。お互いを笑顔にさせるために作られた平和的ゲーム、世界一平和的なゲーム、それすなわちにらめっこなのです。あ今こそ大人こそあえてにらめっこで相手を笑顔になってもらおうという素敵な心をシェアすることでハッピーな気持ちになれることは間違いなし、はいはい、絶対2020年バズります。お二人も笑顔を忘れずに幸せに生きてください。 Have a nice day。 やりたくないな。なんで Have a nice day って言ってるよ。ただこれあれですよ、はい、あのもう完全に両方笑わないっていうパターンもありますからね。確かにね。でも相方のおもろい顔ってなかなか実は見たことないです。まあそうですね。意外と面白いかもしれないです。はいはいはい、はい、じゃあ行きましょうか。じゃあ行きますよ。はい、せーの。にらめっこしましょう、笑うと負けよ、アップ。よしよし。いや、ズルじゃん。よし俺と同じ顔するっていうそのなんかその掛け合いじゃん。いや、それは別にいいでしょ。じゃあもう一回行きましょう。
にらめっこしましょう、笑うと負けよ、アップップ。2周目やん。よし、まあ確かに、うん、流行りそうというよりは仲良くなるツールとしてやっぱ最強な説はありますね。はいはい次いきますか。はい、やっていきましょう。まあ確かにいいの来てますね。すごい楽しかった。芝生いきます。はい、芝生。はい、乙女チャレンジ。何それ。挑発のズラつきヘルメットを空中に投げてスポッと頭にかぶる。で、要するにほうカツラ投げてかぶる。はいはい。で、成功したら、その瞬間に、あでやかな言葉を言う。何あでやかって。やってみましょう。はい。うわぁ、後ろに、後ろに行っちゃうのね。これ僕、決めますね、じゃあ、さすがに。うん。乙女やん！メリケンサック欲しい？なんで？メリケンサック屋のおばちゃんじゃん。メリケンサック屋のおばちゃんじゃん。なでやかってどういう意味？わかんない。俺昨日芝居が言ってた言葉を言いました。ああ、言っていいよ。これいけそう、いけそう、いけそう。コツつかんの、そいついけそうだよね。突き抜ける力か。突破力、突破力ね。どこが乙女なんだよ、このチャレンジ。私のランボルギーニ、ランボルギーニ100万円だよ。安っ。止めてね。ボンジュール。いや、あでやかの意味合ってる、それ。芝居的にはそれボンジュール逆よ、多分。芝居的には、うん、フランス語とかがあでやかなんだって。え、じゃあランボルギーニとかもちょっと近い。ちょっとか、そういう、なんかそういう発音があいつだからあでやか。じゃあ正解っちゃ正解だったってこと。まあ、ランボルギーニ言えてなかったんだけど。ランボルギーニ面白かったですね。面白かった。意外とかぶれるようになるまでちょっと長かったですけど、絶対会えないです。ということで、はい、乙女チャレンジでした。ありがとうございます。次いきますか。はい、次はエア早くですよ。あ、君いきます。はい、じゃあカンタのエア早くやっていきましょう。思います。続きまして、はい、まあ今柴犬の乙女チャレンジやったんですけど、はいはいはい、次カンタの、はい、まあ、カンタもね、もちろんインフルエンサーですからね。ありがとうございます。エア早く、エア早く、エア早くにチャレンジですか。やったことありますか。ないです。ないですね。はい、僕もないです。エア早くにチャレンジっていうのは、はいはいはい、はい、やっていきたいと思います。まあ簡単ですよ。はい、あのエア早く、エアギターとか知ってますか。知ってます、知ってます。あれってどういう基準で、あの世界大会とかあるの知ってます。リアリティじゃないですか。そうなんですよ。はい、どれぐらいそこに何かがあるように見せるか。なるほど、確かに。だ、要は早ければいいわけじゃないんですよ。なるほど。早くてかつ何を食べてるのか伝わるようなイメージ。確かにね。だ、その2つのポイント、はい、ちょっとやってみましょう。やってみましょう。じゃあ僕タイム測ります。あ、わかりました。じゃあ僕、うわ、辛そう。やばそう。結構やばそうだね、これ。で、水も一応用意してあるんで。ザ飲みつつ。うわ、結構やばいよ。アイスとかようやりますか。あるあるある。あ、よかった。じゃあ、水はオッケーとしますか。水オッケー。結構きついんじゃないかな。いきますよ。よー、だいたいどれぐらいかな、これタイム。どうだろうね。どうだ、10分とか。10分はちょっと。もう、まあ、縮めれるだけ縮めますね。どんくらい、どんくらい縮めるんですよ。耐えれるだけだよ。何が。間に耐えれるだけやるよ。はい、いきまーす。よーい、スタート。あー、あ、お、なるほどね。あー、やばい。やばいんだ。うわ、やばい。ね、どうやばい。辛っ。辛いんだ。何がこっちが辛いの。やばい、これ、これが辛いんだ。この、出汁がやばい。出汁って書いて出汁って言うの。だけでもいけるんだ。やばい。それ何。甘い水。甘い水。甘い水って何、砂糖水ってこと。あ、あ、早っ。僕
と編集で出してきますわ。あと聞いた時になんか返ってくる言葉がやっぱおもろいですよね。そのあそなんか何にもないから何でも言えるっていう、逆に無限の。もう入ってますね。いきますよ。ちょっとあそれでいつもこのあれですよ、こういうなんか息をこう全部吐いた状態から一気にいきたいから、ガチの時にやるやつ。いきますよ。よーい、スタート。おいた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 。え、これ相当早いんじゃない？あー、辛い辛いでしょ、おい。だから、水飲め水飲め水飲め大丈夫大丈夫、いけいけいけ、卵溶いて卵溶いて卵溶いて、納豆伸ばして、納豆だったな、納豆かな。大丈夫、いけそういけそう。あ、まずそっちで行くんだ。20秒経過20秒経過。うわ、いった、飲み込め飲み込め。いけ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 、大丈夫か大丈夫か。飲んで飲んで、あって言ったら終わりか、あって言ったら終わりか。いけるか。ああっ、あっ、36秒よし。相当辛いよそれ。やばかった。タケノコ1個、タケノコ1個、タケノコ1個。はい、ということで、はい、ラストラストいきたいと思います。はい、古川優香さんですね。古川優香さん、はい。ドラグクイーンメイク、はいはいはい、ドラグクイーンメイクが来ると思います。はい、理由、はい、水溜りボンドさんがやったら面白そう。まあ、それこそ女装のすごいきらびやかなメイク、はい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 、もとりあえずちょっとやってみて。全然わかんないもんね。やりましょうか。やりましょう。じゃあやっていきたいと思います。はい、ということで、はい、終わりました。いや、そういう時のお前ずるいのよ。なんで？俺なんかこういうのやりすぎてて別になんよね、もう多分またやってんだみたいなことじゃん。ずるいよ、その笑い取りますみたいな。俺特に別になんか、あ、またやってんだなみたいな。そうだね、全然滑んだよ、こういうもう猿やっちゃってるからね。そう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 。今これ何パーセントぐらいなんですか？今もう結構7、8割いてます。あ、またまつげをか。はい、ということで、ドラッグクイーンに、はい、ドラッグクイーン風メイクですね、メイクさせていただきました。ありがとうございます。これおもろない。いや、なんなんだろうね、そのトミーのそのなんだろう、伸びしろというかなんかそこまでいけんだみたいな、出てる選ばれし者感あるなぁ。やばくない？いや、おまけよ俺。なんで？いや、もう別に俺回じゃないもんこれ。別に誰も笑ってないよ俺の方で。こうやって出てたらちょっとお前何してんのみたいな感じだから。お前メインだよ。なんで？なんかこいつもじねえいるよみたいな。いや、やばくない？それでじゃあ、あでやかな一言お願いします。スーツケース、スーツ入ってないよね。いや、おもろ、普通におもろ、普通におもろい発言。ということで、はい、今日は結構いろいろとやりましたけど、いろいろやったね。かなり流行りそうなものたくさんありましたね。ありましたね。あの、生配信とかタイムラインに動画載せるのとかもね、あの、今後やっていくので、ぜひチェックしていってください。公式 LINE をね、僕らの、そう、追加してください。公式 LINE 少なかったらもうやばいから、やばいから、ちょっとお願いします。なるはや、なるはやでお願いします。ということで、はい、あの、公式 LINE 下に貼っとくので、はい、ぜひそこから行って公式 LINE ちょっと友達に追加していただけたらと思います。よろしくお願いします。ということで、以上今日の水溜りボンドでした。はい、ぜひチャンネル登録してください。はい、また明日、ありがとうございました。